並木新一郎は、日本の作家、頂上現象研究家、怪奇現象研究家、東京都出身。血液型は A 型。左利き。小学生時代に父親に UFO の本を買い与えられたことがきっかけで、UFO や頂上現象に強い興味を抱き始める。早稲田大学を卒業して日本電信電は、校舎に就職後、勤務の傍らで、 UFO 中心の研究グループである日本宇宙現象研究会と日本フォーティアン協会を設立。後に全国に約400人の会員を数えるほどになる。電電校舎の勤務後、UFO や未確認動物を含む超常現象、怪奇現象の研究に専念。前述の日本宇宙現象研究会と日本フォーティアン協会の会長、及び アメリカの UFO 研究組織であるムーフォンの日本代表国際陰性動物学会の日本通信員を兼任しており、UFO 研究や馬研究など、オカルト分野の第一人者とも言われる。著作に、UFO 関連として、UFO 入門、馬関連として、未確認動物馬大前、未確認生物目撃ファイル、頂上現象、怪奇現象関連として、封印会談。 大江戸回帰事件ファイル、最強の都市伝説、回帰報道写真ファイル、その他、プロジェクトルシファー、オーパーツの謎、ナサヒロクなど、多数の書籍があり、オカルト雑誌、ムーのメインライター、ムーのモバイルサイトの総監修の他、雑誌、新聞などでも幅広い活動を行っている。ありがとうございます。